はいはい、こんにちは、松尾正蔵です。エグザイルちゃいますよ、これ竜巻やってますね、竜巻。ですね、竜巻日本でも起きるようになりましたね。本当にありえなかったんですけどね、これね。竜巻っていうのはですね、まあ、震度1とか5とかありますけど、そういうような形でフジタスケールという、竜巻の強さを表すことができるそうなんですね。6段階で表すことが F0 から F5 ね、F0 から F5 言ってね、F1 言っても、フォーミュラー日本じゃ弱んじゃないですよ。このね、フジタスケールさん、まあ、F0、これ一番、まあ、台風の中でも被害少ない。テレビアンテナが倒れて小枝が折れる程度、ね、これが風速17から32メートルです。で、F1、ガラス窓が割れて根の強い木が倒れる。これで F1 ですよ。で、F2、家の屋根が剥ぎ取られ、木が倒れる。これ風速50から69メートル。怖いですね。F3、家が倒れ、列車が横転する。70メートルから90メートル。で、F4、家がバラバラになって周りに、辺りに飛ばされる。これで風速93から116メートルです。F5 一番大きいですね。車や列車が遠くまで飛ばされて、こんなことがあるんですね。これ藤田式でも藤田哲也博士がこの尺度を1971年に考えて、まあ、世界でも使われてそうですね。藤田スケールという竜巻の、段階ですね。被害段階ということでございました。松尾修造、これ知ってます。竜巻も本当怖いですね。津波も怖いですよ。気をつけるの分かりません。気をつけてでもなかなかこれ、ね、予防できませんけど、逃げましょう。逃げましょう。逃げましょう。